俺聞きたいのは、はい、今後どうされるんですか。ちょっともう今なんか多分終わってほっと一息で一時期なんかすげえ痩せられて顔色悪くなって痩せてきたの、今日久しぶりにお会いしてなんかすごい復活されたなみたいな感じが。歩いてるからじゃないですかなのでなんかまた首相経験者として今後どういう活動をされていこうと思ってるんですか。行政の縦割りっていうんですかね、これに分かれてるものって数多くあるんですよね。そうしたものを取り除いていって国民のためになる、そうしたことをやっていきたい、このように思ってます。具体的にどんなことをやられるとか、なんか例えば縦割りの話ですとダムありますよね、はい、ダムって当然台風シーズンになると氾濫をしないように事前に放流したりしますよね、はい、全体見ながら、はい、ダムにはそれができるダムとできないダム、はい、電力会社が持ってる電気のダム、それと農業の関係のダム、3種類のダムがあって、例えば電気のダムと農業のダムというのは事前放流って対象になってないんですよ。あ、なるほどね。だからみんな別々ですから、それようやく私官房長官の時に気がついてできるようになりましたから。うん、例えば去年の大雨の時に確か92のダム事前放流したらちょうど半分半分だったんです。うん、あ、それはだからもう監督官庁が違うってことですか。違うから、国交省は治水のダムですね。治水ダム、それで経済産業省は電力会社のダム、農水省のダムは農水省のダム。そうなんですね。だからそれが一つに全然なってなかった。それを台風シーズンは国交省に権限を与えた。なるほどなるほど。それによって全部全体見れる権限がありますから、できるようにする。そのレベルなんですね、逆に言うと。いや、だってもっとひどいのはインバウンドですよ。インバウンド一挙に増えたじゃないですか。はい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 、めちゃくちゃ増えましたね。増えましたよね。私野党の時になんで日本ってインバウンドこんなに少ないんだと、当時830万ぐらいですから、で韓国は1100万とか言ってるわけですから、人口からしたっていろんなことを考えてもおかしいですよね。確かに。それで増やそうと思ったんです。増やそうと思った時にアトキンソンさんって、はいはい、私彼の言う通りだと思ったんですけど、日本はこんなに観光資源があってなぜ少ないのか、来ないようにしてるんだって言うんですね。彼に言わせるとビザが取りにくい、厳しくしてんです。で観光とか言えばインバウンドって言えばそれは外務省ってみんななるんじゃないですか。国交省は一生懸命やりたい、で外務省もただ発給するだけですから、実際は法務省と警察庁がこの関係を握ってたというのは分かって、入管とあれですね、犯罪を恐れてるわけですよね。だって海外は入れて犯罪ないんですから。それで官房長官になって安倍総理からの方針として観光立国を目指すと、それを受けて私が関係閣僚集まって、特に法務大臣と国家公安委員長にお願いをして10分で決めたんです。なるほど。特に当時は確かタイとかベトナムとか東アジア関係からやったんですけど、はい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 、そしたら面白いように入ってくるようになったんですまあでもその通りですね。それで私に警察庁の人が、長官これ大変なことになりますよって、こんなに外国の人が入ってきたら犯罪が多くなりますからって言ってやったんですけど、そういう悪いやつを捕まえるのがお前らの仕事じゃないかってやり始めたの確か2013年か14年ですけど、めちゃくちゃ増えました。5年間で836万人が2019年コロナ前までで3200万ぐらい来たんですよね。来てくれたんですよね。それで消費額が1兆800億円から4兆8000億円になった。威力はすごかったですね。それの今経験がありますから、これコロナ終わると良くなってくると思いますよ。ちょっともう話聞いてたら、はい、また総理やってほしいですね。そうですね。いやいやいや大変かもしれませんけど、1年じゃやっぱ足りなかったですよね。1年じゃ足りなかったです、ね、いやでも1年だからできたんじゃないですか。わーっと集中